ははい皆さんこんこにちはの時事ニュースチャンネルです、えー、今日はですね、ちょっとね、前々からやろうと思ってて、ちょっと1週間ぐらいちょっとランクっていうか、ブランクっていうんですかね、開いちゃったんですけど、えー、ライブダニュース読んでたらこれですね、えー、半年で収入22万円、えー、ディズニーランドが契約社員に事実上の退職干渉っていうね、えー、こういうニュースが入ってきたんですよ、半年で収入,収入22万円って <laughs> やばすぎでしょ、月収4万以下っていう感じなんで、まあこれでどうやって食ってくるのかっていうことなんですね。まあ、ただ今回 今回の件はもう本当にほらディズニーランドも,あのもう今回のコロナ騒ぎコロスケのせいでもうとんでもないことになってるんであ,あのもうなんだろうな 簡単にディズニーランドをちょっと批判できない面もあると思うんですよ、まあ。とりあえずですね、とりあえずこれニュースを全部読んでですね、その後にね、ちょっと広島の感想を少し述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。なんでこうなっちゃったのかね、とりあえず読んでいきます。えー、社員や、えー、続託社員の冬のボーナス7割カットが報じられた、東京ディズニーランドなどを運営する、えー、オリエンタルランド、えー、契約社員には説明会で勤務の継続を希望する場合の収入は半年で、 約22万円などと厳しい条件を突きつけていたことが「えー、週刊文春」の取材で分かったということですね。まあもう事実上の、ね、もやめてくれということですよね。もうこのままいてもいいけど半年で22万円しか払うことはできませんよということですね。はい。で、オリエンタルランドは9月7日から1000人に及ぶ契約社員を対象とした説明会を行った。あ1000人みんなもう契約社員なんだね。早、はいはい、キャストっていう人ね。うん。で、集められたのは パレードやショーで踊る、えー、ダンサーやミッキーなどに入るキャラクターを務める出演者と呼ばれるいわゆる契約社員、ねえー、千葉県浦安市にある本社の会議室で契約社員が2、30人ずつ集められ今後の処遇について説明を受けたということです、ね、契約社員なんだどうしようかねこれミッキーなどに入るキャラクターとか出演者ってみんな契約社員だったんだねそっかそっかヒロシあんまりこういうの知らなかったもう完全にどこもうミッキーに入るっていうかもう完全にプーさんになっちゃうねほんとこのままだとね はい、すみません。なんか今です。めちゃくちゃ炎上しそうなこと言っちゃった。大変申し訳ございませんでした。あの、すごいなんか失礼なこと言ってしまいました。すみません。なんかちょっと、ヒロの,ひろちゃんあの編集ができないんで、ずっとこれ、もう垂れ流しちゃうんですよ。ほんと申し訳ございません。はい。えっ、ー、と、すみません。はい。あの、瞬間文書瞬間文集はその説明会の音声を入手した、えー。会議室の正面に捨て、えー、られたスクリーンには次々とスライドが映し出され、音声が30分にわたって流されたと。なるほどね。 10月以降の勤務について次の3つの選択肢が提示された1出演者を継続する2窓口業務等を担当する準社員として再入社する えー、9あ3、えー、9月末に退職する、ねえー。この3つでございますね、まああの。それぞれの収入イメージについて、出演者を継続する場合は、2021年3月までの半年間で約22万円、えー。準社員で再入社の場合は約66万円。なるほど。えー、9月末で退職する場合は80万円となりますと、えー、説明された、えー。合わせて9月27日11時までにメールで回答するよう指示があったと、えー、いうことですね、まあ。出演者を継続する場合は、半年で約22万円払 払いますよで準社員で再入社した場合は、えー、66万円払いますよ。これ月じゃないよね。これ半年で66万円払いますよ。っていうことかな、うんえー、9月末で退職する場合は80万円あげますよということで、まあ、もう事実上これ退職せいていうことだよね。うん、もうでも退職すれば80万円もらえるんだ。ただ、やっぱりほらやりがいとかさ、もうあのあのディズニーランドってやりがい作詞のもう最高峰って言われてるじゃないですか。まあ、あのこれ巷でねまね、あ、で2チャンネルとかねどうでもいいところで、ね、す。ませんねあのディズニーランド大好きな人、大変申し訳ございません。ただ、あのまあ、 なのであの、この9月末で退職すれば80万円、ラッキーってなかなか思える人、なかなかいないと思うんですよね。やっぱりね、もっと働きたかったな、もっとやりたいなって思ってると思うんだよ。まあただ コロスケ騒ぎは今回のコロナ騒ぎがまた一段落すればまたやっぱりまた戻れるんじゃないかなと広ロは思いますけどねはいちょっと続き読んでいきますえ説明会では、えー、撮影や録音が禁じられ、えー、守秘義務を強調されたという、えー、キャラクターの30代女性が語る、えー、この収入では死ねと言われているようなもので、えー、退職するしか道はない私たちはディズニーが大好きで 子供の頃からここで働くのは夢でした。ゲスト、ね、来場者さんの笑顔を見ると辛いことも忘れてしまうから、この仕事を続けてきたのにということで、ちょっと悲痛な叫びですよね。えー、労働問題に詳しい佐々木弁護士が指摘する。えー、雇用継続を願い出た場合には、生活できないレベルの給与しかもらえず、社会保険も外される。えー、退職支援金80万円を前面に押し出しており、事実上の、えー、退職干渉ですと、えー、いうことですね。でもね どうなんだろう今回はもう誰が悪いんだろうね。もうやっぱりもうコロナウイルス自体が悪い。だから要はもう中国が悪いとしか言えないっすよ。これ。うどうすりゃいいのかね、うんで。オリエンタルランドに対象鑑賞などについて見解を問うと、こう回答した、えー。労働条件について社外には開示しておりません。より多くの従業員にできる限り残っていただき、一緒にコロナ禍を乗り越えたいと考えておりますが、えー、出演機会を提示できない責任を果たすことも必要と考え、えー、選択肢を提示しました。と、えー、いうよですね。まあ確かに、だって、だって、 開演できなかったりとかさ、もうコロナでもう全然こう、ね、時間が短縮されたり,れたれたりとかすると、もう結局その人たちを使えないわけじゃないですか、ねあの。出演させてあげることはできないわけですから。 まあ、これは苦しいよね。もう、いた仕方ない部分もあるんじゃねえかなとは、ちょっと思っちゃうけど、やっぱ納得できない部分もあるよね。うん。で、9月24日、木曜日発売の週刊文春では、説明会の模様や、夢の国の契約社員の厳しい労働実態などを、えー、処方するということです。で、その次のニュースは、これですね。え、ミッキーが月給4万円ディズニーランドの夢の後、ね、全文公開って書いてあるんですよ。おおと思ったんですけど、すいません。あの、ヒロシはお金なかったんで、これほ、ほんのちょっとしか記事ないんですよ。この後、有料記事っていうんで、ちょっとね、有料記事まで読んでみますんで、はい、よろしくお願いします。えミッキーが 月給4万円ということでね、はい、あの9月初め千葉県浦安市にある東京ディズニーランドの運営するオリエンタルランド本社1000人に及ぶ契約社員は2 3 0人ずつ集められ会議室で今後について説明を受けた終わった、ね、説明会の後泣き崩れ呆然自質で会場を後にした人も少なくなかったというかわいそうだねでこの後有料記事なんですよちょっと読めないんで、はい、ここまでにするんですけども どうするこれ誰が悪いのだってまあほらあのディズニーランドの内部留保があるからそんぐらい使ってやるとかいう人もいるんですけどコメントとか言うとただ内部留保全部使っちゃったらなんかいざという時もう速攻で吹っ飛んじゃうんでそこら辺もどうかなってほらコロナ禍がいつ収まるかもまだ全く分かんないしまだその先が見えないじゃないですか本当にここら辺はちょっと苦肉の策っていうか苦肉っていうかもうなんだろうもう いい仕方なな部分もあるるかなっていう感じはすすんですよ本当にしかもみんな契約社員だから立場悪いじゃないですか契約だからもうそれが終わったら終わりみたいなねもうなんかなんつうんだろうね契約社員っていうもう立場上の問題もあるよね本当にね契約社員なんてそんなもんだよはぁっつってねなんかもうミッキーに言われてるようでなんかちょっと胸くそ悪い部分もあるんですけどまあ今回ばかりは もう仕方ねえかなっていう感じしちゃう。うん。だから要はディズニーランドがバキバキに儲けて、ワタミみたいにね、ワタミの宅食みたいにものすごい儲けてんのに、175時間無料で残業させるとか、もうなんか社員をこう使い捨てにするとかっていうんだったら、これはもう納得できないし、ふざけんなって思うんだけど、今回の場合はもうディズニーランドだってほとんど閉鎖状態だったじゃん、コロナの時で、今なんかちょっと空いてきたのかなまあそれでもなんかちょっと、あのー、なんだ、閑散としてるみたいな、うん、ことをなんか、 なんだろう聞,聞いたことがあるんで、ヒロシは行ったこと、行っ,ったわけじゃないから、なんともいないんだけど、やっぱり、すごいなんか客足は、なんだろう、悪い。ね、もうそれは仕方ないですよね。何かあったら困るんで。うん、しかもなんかほら、ヘズマリュウとかね、なんかディズニーランド行って、わーってなんかやってたじゃないですか。ね、だからまあ、うん、なんつうのかな、人手は絶対少なくなってるし、売り上げも落ちてると思うんですよ。だから、お金がない。 その中で、この人たちをじゃあ普通の賃金でずっと働いて、ね、もう働いてこう維持していけんのかっていうと、やっぱり答えはちょっと、どうなんだろうなって、ちょっとヒロシは思って。 ちゃうんですよね、うん、だからもうこれ見たときね、もう本当にね、広ロね、これ思い出したんですよ。なんかプライベートチャンネルみたいになってきたんですけど、これね、このコピペね、知ってるかなこの辺で、カバオくんがね、ねはい、これ、<お>向こう半年分の生活費1万円ねもしなんか用事があるときはおじさんの家まで来てねってね、このコピペなんですよ。そしたらウサギがね、半年で1万円どうやって生きるんだよってね、死ねってことよ言わせんな、恥ずかしいっつってね、あ,あのまあこういうコピペがあるんですよ。すいません、あのこれね、実はね、真夜中に放送して、めちゃくちゃ今広ロ眠いんですよ。で、ね、 あの、もう酔っ払ってるし、ロれ待ってないんで、本当申し訳ございません。これね、多分ね、投稿した後ね、もう朝真っ青になる流れだよな、これな。っていうね、このコピペもね、ヒロシはね、思い出しました。はい。ね、どうやって生きていくんだよ、収入22万円で半年でっていうね。もうそんな感じですよね。うん。だから、まあ結局、 やめたら80万円もらえるから、それ納得してくれっていうことなんでしょうね。うん、でも本当に残念だよね、こういうのはね。ヒロシの、ちょっとディズニーランド行きたいんですけどね、行く相手がいないっていうね、うん、あの、一人で行くわけにはいかないんで、まぁ、あ、一人で行ってるつわものもいるんですけど、まあそこまでしてちょっと行けないかなって、ちょっと遠いんでね、うん、まあ、ちょっと一緒に行ってくれる人いたらね、ぜひ行きたいんですけど、まああのそんな感じでですね、まあ、ちょっと今のところもう夢の国が今大ピンチだと。で、だってあの、今日のキャストの人たちだって、これ、 そのここまで育つっていうか、ほらキャストの人だっていきなり来てすぐにいろんなことできるわけじゃないじゃないですか。すごい教育とか必要だと思うんですよ。それが多分一気に失われちゃうんです。ごいそのレベルの低下はもう もう,もう絶対レベル低下しちゃうんですよ。だからそれがまた復活、元の水準に戻るまで何年かかるか分からんぞっていうね、そういう心配はありますよね。はい。だから今後ディズニーランドどうなっていくるのかなっていうね、あの、ちょっと非常に気になるところです。はい。ということでね、まあ、ちょすみません、ちょっとグダグダで今日はこのぐらいにしておきます。えー、申し訳ございません。まあ、ちょっとあの、かなり不適切なね、あの言動があったことをここにお詫び申し上げます。ということで今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。えー、えー、こんな中で言うのも何なん,なんですけど、もしあのチャンネル登録とかのしていただけると、またこういうネタをやって 励みになりますので、えー、もしよかったらポチッとお願いいたします。で、あのー、コメント、今回のこの件についてコメントとかありましたらですね、あのもしよかったらいろいろ書いてください。ヒロシ結構コメント見ながらですね、あ、皆さんこんなこと思ってんだとかね、そう思いながらですね、放送してますので、えー、よろしくお願いします。すみません、もう今日はちょっとぐだぐだでね、もうなんか眠いは疲れてるわね、もう大変な状況ですね。もうそんなのリスナーさんは知ったことじゃないんですけどね、はい、ね、ろれが回ってなくて、しかも訳のわかんないこと言って申し訳ございませんでした。ははっつってね、はい、では失礼いたします。 ません